の江藤愛アナウンサーが28日、同局、昼帯を欠席した。江藤アナは微熱があったことから、24日の放送から欠席が続いているが、すでに平熱に戻っているという。オープニングではこの日は喜入友浩アナウンサーが代打で登場。江藤アナウンサーは今朝も平熱でした。大事をとってのお休みです、と説明。めぐみとしあきも、朝、連絡を取りました。今日も36度台でした、と笑顔で報告。あくまでも、大事をとって、欠席しているようだ。江藤アナは24日に検温で、平熱より少し高かったということでお休み、めぐみ、と説明されており、土日を挟み、この日で欠席は3日目となる。